まあでもお父さんも幸せなね、俺ら3人兄弟ちゃんとこう集まれたし、まあ長生きやったしね。そう、うん、もう幸せな人生やったと思うし、いい全うしたわ、うん、あの人はいいお葬式やったな。ちょっとごめん、うん、まあこんな今ね、こんなんあれやけど、こういうの早くした方がいいと思うけど、うん、あの遺産相続ちょっと早ないか。マジで、まあ急やったからな。あ、やらしてでもようやったよ。病気もせず俺は探してくれたよ。よう生きたわ、うん、遺産相続の早ない話を。ちょっと早いんちゃうか。うん、俺もいいけどな。うん、どういうこと？何がやいらん、うん、いらんってこと？俺、うん、ゼロ。いや、まあまあ結果に従うなって感じ。うーん、あー、そうかそうか、うん、まあでも、まずちょっと整理しようか、うん、親父のまず家、うん、家と別荘、うん、で、あの人貯金が1000万、うん、これをどう分けるかっていう話。まあでもじゃあ、お兄ちゃん、うん、言ってくれてるから、うん、俺な、俺ら弟二人で。そうやな、うん、ほんまはな、うん、で長男面白いってん結構、うん、ほんなら長男がやっぱ一番でかいねんて、うん、半分ぐらい持ってるんだよな、うん、でそこから順番に3割2割みたいな感じで分けていくらしいけど、うん、お兄ちゃんがそう言ってるのかな、うん、あたたたた法律で決まってる。見落としてたなぁ、それ。え、ん、え、だからゼロ。いやでもそんなんは何とでもなると思うから。法律は硬いからな。一旦預かろうか。預かる、うん、預かる。全部一旦預かってお兄ちゃんがこう分けていく。あ、一回10持つってこと、うん、でそこから分配していくってこと、うん、法律は、あ、まあ、全部持つというよりかまあ普通にね、うん、したらええんちゃうかなと思うねんけど、でもお父さんはそれでええんかな、親父は。どういうこと？何が？ああ、いや、ごめん、あの二人ともさ、あの、うん、海外で働いてるやんか。最後ね、弱ってはるときにね、うんうんうん、あの、遺産はお前に、みたいなことをな。遺産は、もうありがとう、面倒見てくれて、遺産はお前に、みたいな、ちょっと言ってたから、うん、うん、親父の意思を、ちゃんと、汲み取ってあげたいっていう、うん、なるほどな、うん、あのドッキリな、うん、そうやね、うん、なんお兄ちゃん、うん、俺ら二人でな、海外でおもんないから言うて、そう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 、お父さんにドッキリ仕掛けさせた、仕掛けようよ、うん、こんな暗いのも嫌やし、うん、どういうこと、そうそうそう、どういうこと、どういうこと、で俺と、うん、なお兄ちゃんと親父で、うん、ちょっと龍太にな、うん、ちょっと仕掛けを変えて、おう、やったやつ、病院暇や、病院暇やって親父が、なんとかしてくれや、ネタバレがないやん、大ばらしやって、ここでか、大往生で大ばらし、大往生でも大ばらしにはなってない、まあ、葬式の日にあんなてってれなんか音楽使われへんやろ。いつネタバレするつもりやったんや。ネタバレしありきでドッキリせえよ。な、遺産欲しいんか。いやいや、そんなんじゃないねん。ほんまにそんなんじゃないねん。もしやな、もう言ってくれた方がいい。そう、いいやん、やってきて預かるって俺は言ってんねんか。それ結局なるやろ、自分ら弟二人。やったら預かるって言ってんねん。いや、まあ、というか、うん、あんのよね。相続の紙。親父が書き残した。遺書的な。遺書的な。だその、あれやろ、なんか、なんでお兄ちゃんが持ってるの？え？なんでお兄ちゃんが持ってるの？お前そんなのか。でももらってたのよね、正直。なんて書いてた？もうちょっと俺の家に、海外に送られてきたから今ないねんけど、まあまた持ってくんねんけど、うん、まあ10 10って書いてた。10って書いてた。10って書いてた。これはもう別にあれ、確証のない話だから言って、あれかなと思って言わんかったんやけど、うん、俺親父に曲プレゼントされてんのは1曲、
結構な、なんか不可解な音楽なんよ。不可解、なんか不協和音みたいな。そうそうそう、うん、気持ちの悪い音楽やなんか、うん、で親父そんなん嫌いやん、クラシックとか要するに、うん、綺麗な音楽好きやのに、なんかその時だけ気持ち悪い音程のやつを俺送ってくれて、だからおかしいなと思って、あれが多分その音階ドレミとかのやつを全部そのローマ字にこう当てはめてこういったら、遺産はリュータンRYUTANI って、あーあれドッキリ、ドッキリやなあ、じゃあお母さんが俺、お前はもうまだ過去の悲しみにとらわれているのか、うん、お前だけや、いまだに俺と思ってしまうね、だから俺らで分けるしかないね。そうやった、ごめん。一番上の兄貴がイカれてるし、イカれてるな。で次男も夢に取りつかれてるやんか、そのお母さんまだいるとか言って、うん、まあ俺無理やね最近寒なってきたやんか、うん、寒なってきて、なんか暖房とかさ、そういうあったかくする家電の電気量高なってきたやんか、うん、まあ俺無理やろ、みみ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 、これかな、無理やで3人のやつ買おうか、うん、うん、3人でな、3人のやつ買おうか、なんか、うん、3人でなんかできるやつ、それはちょっとありやな、うん、な、うん、なんか買いたいもんある？おじゃ、シャーペン欲しいな変わってへんやん、感覚あの頃のまんまやなんかあれガリ言った、おテスラ動かんものにしてくれへん、テスラ欲しいかわかった、俺もいらんから、うん、もう5-5で負けてくれや、5-5で2人で、うん、いや5割5割で、まあ、それこそ俺もそんな困ってないからいいけどな、なあ、俺ゼロでいいよ、てかもう兄貴やし、うん、リュートあげよ、お前がもらってくれや、うん、それがな一番丸いわ、うん、いやお兄ちゃん、親父の世話もしてくれたし、ありがとう、わかった、そこまで言うなら、うん、お兄ちゃんの顔を立てて、ゆうた私が家別荘1000万、きっちり使わせていただきます、俺らずっと仲良しな兄弟やで、無理やで、ね